どうも、相変わらずエナジー激減中の坂間です。今日は金曜日、セリーグ、パリーグ、コストリーグ最強決定戦も5日目です。引き続きランキングボード200位まで全部見せます、やっていきたいと思うんですが、今日はとんでもないこと起こりました。皆さんもご存知でしょうが、やってくれましたコナミさん。本日金曜日の第1節の結果がいつまで経っても出てこず、結局結果が出たのが18時半ですねぐらいだったんですね。でそこから急に第2節が開始、20時ぐらいに第2節が結果出て、そこからすぐまた第3節開始と、もう大混乱に陥りましたね。本来変えられるはずの先発が変えられない方が出たりして、でその辺もあって思った通りの結果が出なかった方もいると思います。でそんな混乱に混乱を極めた結果、それを乗り越えて第3節終了時、ベスト200に残った強者のランキング心してご覧ください。はい、セリーグですね。グラスラ太陽さんが1位、高弘さん2位、ザブトン、これヒッデ君か、3位、二部ひなさん4位、おお、ダルビッシュさん5位、久保鎮さん6位、大阪ブストスさん7位、ソーケーさん8位、ウイローさん9位、ヨスさん、マルミノさん、オーディンさん、読売不協和音群さん、北の怪物さん、コニタンさん、チュウヒさん、マジックさん、マーさん、リュウジさん、三浦ダイナマイトさん、マディさん、上昇軍団さんが33位、ウルソンさん36位、モコモコヨーキーズさん、ルリタン怪獣さん、TR さん、梅鷹さん、赤目さん、YSKZ さん、リュートさん、ゼラスイーラーさん、ワシタチさん、YSN さん、ジャイアンツアイさん、レクサスさん、トラキティさん、あ、ニーノさん、ニューメさん、76位、ナマハゲさん、コチさん、ミッフィーさん、フェンさん、あれ？ビップさんどこ行った？矢沢さん、サダハル王子さん、マサキングさん、ジョニーチャンネル、おー、ジョニーさん、課金は呼吸さん、あれ？ビップさんいなくね？NPB さん、トラノアナさん、ノーネームさん、ウィズさん、F さん、あれ？順位下げてるな、リップさん。パンダくん161。パンダくんで161か。厳しいな、セリーグ。これは厳しいよ、多分。プロスピおじさんさん。あ、いたいた、ビップさん。178位か。どっかで負け越したな、これは。アキロさんがいて、ロケットマン G さん、マサヤさん、マオくんが。はい、パリーグですね。私が今2ゲーム差で1位に立っております。はい、ゆっくんさん、ロックさん、見習い魔導士さん、アイスボックスさん、ヤズがなんとオリックス純正、オリックス純正6位です。これすごい。武道くん7位、ゴリポンさん8位、犬神さん9位、ヨッシーさん10位、12位がシシトさん、六本木東京さん、ルイさん、ギリカルさん、AST さん、船越さん、虫コナーズさん、サムライ JP さん、プロスピーゾング7号オーシャンさん、SHMT さん、純正が結構ちょいちょい入ってるんですよね。エルブランコさん、仕上がってるんで、まだこんなところで終わんない気がしますね、エルブランコさんは。福一郎さん、リューレさん、前田さん、ズリチカさん、ホークスウェイさん、埼玉西武さん、横マンさん、国鉄生産事業団さん、プロスピーゾーム1号さん、三月さん、台湾の方、
RSJ さん、ゴリマツさん、ゴマガラシさん、ジャインモスさん、千賀のお化けカーブさん、チーム26さん、ムカキン梅丸さん、ヤマハさん、西武純正 MVP の、はい、キラチョスさん、上昇ホークスさん、セイゲンさん、サトカズチャンネルさん、モローンさん、いや結構強い人も下埋もれてるな、三ツ俣タイガースさん、何回か当たった人も潜ってるもんな、藤くんさん、ジャスティスマンさん、スクイーズ勘弁さん、マリンガンズさん、川田さん、マリーンズさん、宮川ディースケさん、太蔵さん、おつですね。はい、こちらコストの、はい、順位ですね。前々回王者 TT さんが1位で、前回王者セルシコさんが1位、TT さんは12球団型で、セルシコさんは、広島純正スピリッツは多分800ぐらい下がるのかな、で4位注目の旗本さんが、はい、いらっしゃって、で楽ちんさん8位、アッキュンさん9位、トラオさん10位、あ、石川さん12位、頑張れ、でトンサブさん14位、マニオスケさん18位、つぶらなかぼすさん20位、たかちゃんさん21位、エトワールさんが27位、アースさん28位、センちゃんさん、あとはあおこちゃさんだ、あ、大学生になりたいさん、くますけさん、しゅんさん57位、ボルチェさん、エスコさん、アンダーカバーさん、藤岡さん、おはようさん、おこちゃさん、サイリュウさん、ゆずさん、にしと、もやもんてさん、もやなのかあるもんてなのか、101、福友スワローズさん、星屑ロンニネスさん、ニキュハムカッパーズさん、リューバードさん、マカオタワー復帰勢さん、おお、浜川さん、118、横浜純正勢も頑張ってますね。横浜純正勢結構上にいるな、本当に。山ちゃんさん、はい、134位、シューダーさん141位、無敵のマイキーさんアヒートさんだ、146位、バスクの貴公子さん、ウォーカーさん、はい、ヤスさん、ハクジャスさん、バードインさん、コッヒーさん、チンパン護衛隊さん、アオドンさん、たけしずさん、ターシさん189位、ともきさん193位、大人の魔法 NG さん198位、立花里乃さん200位。おさあ、いかがだったでしょうか。うまくこの混乱に乗じて浮上した方もいれば、この混乱で不本意に順位を下げた方もいると思います。18時半からの2時間あたりで睡眠を取られていた方なんかはもう全く脳采配で行かざるを得なかったと思いますので、正直不満は大量噴出すると思います。コナミさんはね、本当に再発防止に取り組んでいただきたい、まあ取り組んでくれると心から願ってます。はい、こういうトラブルはね、初めてではないですし、皆さんの結果に対する納得度を下げるだけなんで、本当にしっかりやっていただきたいと思ってるんですよね。まあ、ただね、プレイヤーとしてはもう1回、まあ、作業戦中なんで一旦切り替えて気を取り直して、少しでも上の順位狙うことに集中してほしいと思います。で終わってからね、みんなで文句言えばいいかなと、では明日はいよいよ週末土曜日、6日目に入ってまいります。もちろん3節終わりでこの動画出していきますんで、よかったらまたご覧ください。まあ、明日は本当に何も起こりませんように。はい、ではさよなら。